どうも、フィッシャーズシルクです。いやー、本日の動画はですね、発表の、動画をしたいと思います。ちょっと前のね、動画でもうすでに上げていて、多分皆さんはね、知っているとは思うんですけど、改めて言わせてもらいます。結婚いたしました。前のね、動画でこのことについては、触れているのでね、ぜひともそちらの動画をチェックしてみてください。ユンちゃんと、結婚しましたというね、動画を、出させていただいたんですけど、ややこしくて、この動画が出る頃には、その動画は出てるんですよ。なんですけど、今、僕のこのカメラ越しに映ってる僕のこの現時点ではその動画もまだ上がってないし、周りはね、ほとんど誰も知らないっていう状況なんですよね。もちろんね、近しい人物は、全員知ってますけど、その件についてはね、発表の動画でお話しさせていただいたので少々ね、省略させていただきますけど、本日の、この動画はですね、僕とユンちゃんがね、付き合ってるっていうこの情報を、知っている YouTuber は実は、たくさん、いまして、一緒にご飯だったり飲みに行った時もあったし、スマブラやったり、あとゲームやったりとかね、カードゲームやったりとか、外に出かけたりとかね、実はね、何人か、YouTuber でいるんですよ。何人かって言っても結構多いけどねでもその方たちが本当にね、サポートしてくれて、時にはね、悩み相談だったりもしたりとか、本当にね、いろんな YouTuber の方に支えられましたので、ちょっとその人たちに今日、今からですね、結婚の報告をしに行きたいと思います。いや、どういうリアクションするんだろうな。みんなの元にね、ちょっと時間は少しかかってしまうんですけど、回っていきたいと思います。報告させていただけたらなと、思ってますので、サポートしてくれた、YouTuber の皆様、本当にありがとうございました。おかげでね、本当になんかいろんなこと考えたりとかね、僕らも悩んだりとか、本当にいろいろと試行錯誤した日々だったんですけど、ごく自然に楽しくサポートしてくれてね、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみ。ちょっとね、いっぱい感謝伝えてるんですけど、もう一度だけ言わせてください。皆様本当に、支えてくれてありがとうございました。一人目の怖いヒョンちゃんでございます。好きなポケモンを言ってください。好きなポケモン、はい、君ですか。ミュウツーかバンギラスです。どっちかと言ったら、難しい。ミュウツーじゃないですかね。ミュウツーはどのイラストですか。初期のこうやってるやつか、こうやってるやつか、こっちが好き。私、シルク、結婚いたしました。え結婚しました。え、嘘でしょ。本当です。嘘だ。本当です。絶対嘘だ。嘘だね。本当です。嘘だ。いや、マジです。え、本当に。マジです。嘘だ。いや、本当です。嘘だね。いや、僕こんな嘘つかないです。え、ガチです。嘘だ。本当に。はい、嘘だね。僕信じてないですよ、マジで。嘘でしょ。マジです。え、マジで。はい。いや、だってそれ、これこの動画でこうするってことは本当のやつじゃん。え、本当、カメラ回して。え、本当のやつ。え、それこの、え、ちょっと待って。え、じゃあもう全部オープンってこと。これようやく。え、マジで結婚しました。本当です、本当です。いや、おめでとうございます。いや、嘘でしょ。本当です、本当です。一番ちょっと話してたので、その時の話ももうできるなと思って。いや、信じられない。だ、もうすごい来てる。 お相手、驚きと感動がすごいって、取り方がすごいし、お相手ももう言えるっていうのは、ユンちゃん、すごい。一番本当に多分僕とユンちゃんで、ご飯食べたり家でなんかわちゃわちゃしてる時に来てくれて、はい、多分一番合ってると思うんで。そんな一番嘘でしょ。鍋食べてる時にきょんちゃん来てくれて、で一緒になんか鍋食ったり、なんかお酒飲んだりとかね、きょんちゃんがお酒持ってきてくれて、それで一緒に3人とか、たまにケイスケがいてね、とかでここで飲んでて、よくそこで話してて。マジか、マジか、すごい。そんな、そんな、このリアクションにもなるでしょうね。一番合ってるんで。一番合ってるからなる。驚きまではあったのに、感動と鳥肌が一緒に来るのは初めてという。おお、嬉しい。それだけなんかいろいろ見てたし、大変だったのはあるし。そうですね。すごい。ちょっと一回座りましょう。え、座るの。一回座ってちょっと話したい。これから趣味もさ、そうなんです。お酒もさ、遊びも全部一緒にできるじゃん。そうですね。めちゃくちゃ相性いいじゃん。銭湯とかも一緒に行ってたんで。だよね。唯一スマブラだけ一緒にやんなくなったけど。あ、そうですね。でもそれ以外全部やる。そうですね。僕とユンちゃんとキョンちゃんで居酒屋行ったりとか。
ありましたもんね。ありましたもんね。シルクのね、そうです、僕が行った行きつけの大正のいるね、同級生のね、ところの居酒屋行って美味しかった。あそこ行った俺が遅れすぎてね、ちょっといられなかった。いやいやいや、まあ、僕が急に呼んだんで泣いちゃうかも泣いちゃうかも泣いちゃうかも本当に一緒にいてくれたんですごい。そうだ、ユンちゃんもいろいろと、まあ、疲れてる時とかのなんかその悩みだったりも、まあ、キョンちゃんが聞いてくれて、すごい、本当にそういうね、なんかいや、いろいろ聞いてるからこそ感動しちゃうね、それ。なんか、いろいろな時間を、ねうん、一緒にいてくれたんで、まあ、一発目はキョンちゃんだろうな。すごい、なんかずっと見てて、二人のやりとりとか会話とか、もうずっと可愛いし、ずっと幸せだし、なんかこれ、まあ、問題が起きたり、起きた喧嘩とか、うん、そのなんか、超揉めたりとか、ないじゃん、二人とも。ないですね。なんかさ、なんかちょっとあってもさ、うん、なんか二人でしっかり話し合って解決したりさ、二人でさ、ちゃんと伝え合ってさ、うん、大きくならなかったりさ、うん、すごい上手にさ、何もかもやっててさ、うん、なんかもう、羨ましいなって幸せだなってずっと見て思ってた。喧嘩はないですね。いや、そんなに、なんていうの、ずっと円満じゃないけど、幸せそうな人たちってないから、このお互い柔らかさを持ってる。だってさ、シルクだってリーダーだってすごい強いしさ、はいはいはい、なんか力もあるし、パワーもあるしさ、うん、ユンちゃんも自分でさ、いろんな芸能活動とかしてて、そうですね、すごいやってることとかしてること尖ってるのに、そうです、ね、2人のいつもの日常の会話、超柔らかいじゃん。優しいんですよ、2人の会話。まあ、確かに。これがもう、誰かがいるとか映像で流れてるとかじゃなくて、2人ともずっと柔らかくて優しくて幸せな会話しかしてないんですよ。もうそれ見てて、俺はずっとポカポカしてて。で、お酒が進んで酔っ払って。そうそう、2人のね、話とか聞いてたりとか、してて、もう酒進んで酔っ払っていつも二日酔いになってる。その時の撮影に支障をきたしてみんなにちょっと言われたりとかしてこんな二人がそうなるって素敵すぎる。すごいよ。だって二人ともさ、ちゃんとお互いして嫌なこととかさ、うん、どうやったら幸せか嬉しいかっていうのをずっと話してやってるじゃん、うん、まあそうです、やりとりしてるじゃん、そうなって、うん、まあ言わん話ずっと出てる、酒飲んでる時もまあそういうのを話し合いずっとしてきて、まあまあ、こういう話し合いができる人はいいなってやっぱ本当思ってたんで。だってこんなにさ、時間経ってもさ、今になってもさ、ずっと幸せそうじゃない。いや、本当おめでとうございます。ありがとうございます。ごめんね、ちょっとあの、会いたいタイミングがむちゃくちゃあったんだけど、いろいろとやってて、またちょっと飲み行きましょう。今日ちょっとごめんね、めちゃめちゃちょっと詰め詰めのこう、スケジュールでそっち行けなくて。あ、俺もあの、絶対にシルク来ないなと思ってたよ。いや、すいません、本当にすいません。何？結婚しました。やっぱりな。だよな。ですよね。ですよね。結婚しました。32だからさ、俺も。そうだよね。わかるよ、もう大体。大体。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか誰なのってか、いたのっていうところからだから。あ、そこか。結構かねてからお付き合いしてる方がいて。写真見ますか？見た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 。ユンちゃんやん。そうなんです。マジで知らなかった。マジで知らなかったっけ。そっかそっか。初見ちゃんと育みよるな。仕事してたんだけどさ、普通に、うんうん、後ろでさ、ま、なんかあの音楽流してたのよ、うん、あ、ごめんの忘れてたぐらいびっくりした。すごっ。そうなんですよ。ちょっとあの発表がね、出る前にやっぱりこのね、昔からのこの戦友ですので絶対告げなくてはなと。ありがたいですけど、はい、そう思ってくれてて。マジで、はい、発表がさすがに出る前に絶対ね、このタイミングで。すごい経ったね、時間がね。そうね。おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいい嫁もらってるやいや、あなたもね。あなたもね。そうなんですけど、はい、あの、お二方先輩なので、あの、いろいろとご相談をする可能性が。いや、もう、言われた立場でね。いやいや、もうご相談させていただきます。ありがとう、おめでとう。ありがとう、またねー。サワの家に来てます。ようこそ。はい、もう完全プライベートの家だもんね。完全プライベートっすね。まあ、マジで何も言ってないもんね。何も言ってない。マジで、ね、シルクさんがね、何も言ってない時に来るのは、もう来るってないけど今までなんかその、なんか企んでる時が多いから。あ、なんすか、ガチ分からん。僕、シルク、はい、結婚いたしました。ちょっと待って、順序がおかしいんだよ。いや、その、ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと待ってくれ。いや、本当にそれ。本当に。まあ、これ嘘だと炎上しますよ。そうそうそう。悪いっすけど。相手もね、知ってるもんね。知ってます、私は。いつだろうなとか思いながら。え、マジおめでとうございます。ありがとうございます。
俺がさ、まあ家でサワー来てくれて、はい、飲んだ時もいたし、いた。で、それこそえ、あの方ってことですよね。そうです、ゆんちゃん。お、え、もう、ついにもう言えるようになった。うわぁ、やっべやっべもう言えるようになって。やっべそれ。はい。めでた。そうなんですよ、入籍いたしまして、はい、まあこの関係をちゃんと知っててくれて、まあそれを黙っててくれた人には、はい、ちょっとまあお知らせというか報告はしないかなっていうので、こういう感じね。はい、YouTuber、はい、めっちゃめっちゃ YouTuber 嬉しいし、二重に嬉しい。あ、本当？よかった。まず、うん、結婚していただいて、結婚ね、なんだろう、仕事も非常に頑張られてるんで、はい、そういう家庭とかそういったものをやっぱ幸せになってほしいなって、あ、心の底から思ってたんで、はい、いや、ゴールインできて本当に幸せです。いろんなね、うんうん、支援はありますから。ね、お互いさ仲良くさせてもらってる、主釣り、はい、そう、山内さん、健一さん、そう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 、はい、で、主釣りのお二人の家というか、まあ、事務所みたいなので、はい、俺、ゆんちゃんと一緒に行って、はい、飲んでる時に電話とかもしました、しました、しました。そうそうそう。いや、仲いいなと思って、ちょっとジェラシー感じて、呼べよと思って、そういう楽しい会話。パワーは、プライベートの方が知ってくれてるから。なんならプライベートの方が濃いですからね。そうだよね。全然。どういうプロポーズだったんですか？うわ、僕も、うわ。だよね。嬉しいな、僕も、嬉しいな、それ。でした。うわ、嬉しい。はい、俺泣きそう。うわ、嬉しい。やっぱ会って2人見てると、うん、もう何も危なげないなほんと、もう正直、もう時間の問題だなと決めたら、もうゴーの。そうですね、さすがっすね。ここだなと。いやー、もう28です。男っすね。ちょっとまた家行かしてくださいよ。あー、ぜひぜひ。ゴリゴリの酒持ってきます、ね、ゴリゴリの酒で、ちょっとシャンパンっすね。パン行きたいっす、ね、お祝いの。僕が抱えてた YouTuber の秘密なので一番でかがり、でかいっす、ね、よかった、うん、固くこう温めてました。ありがとうございます。祈れ祈れって言いながら、ようやくもう言える時が来ましたので、おめでとうございます。よろしくお願いします。おめでとうございます。本当に改めてサワーでございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。一つ言わなきゃいけないことが、やば、怖っ。なに何？結婚しました。ちょっと待ってパニック私、シルクロード。ちょっと待ってくれシルク、ちょっと待って。分かったちょっと待って。はい、どういうことだ、今混乱してる。会ってもらったこともあるんですけど、まあ、ゆんちゃんと結婚しました。おめでとう。ありがとう。おめでとう。これはおめでとう。もう本当におめでとう。ありがとうございます、はい、マジで。マジです。おめでとうすぎるな。ずっと YouTube をやってさ、よし、うん、じゃあ、まあ、俺らが新世代みたいな時だよね、うん、時からやってる一番結婚しなさそうなやつが。あー、マジで？はい、おめでとう。結婚しました。マジでおめでとう。マジで結婚しました。あー、でも本当にこんな気持ちになるんだな。なんか、なんだろうな、同級生が結婚した時の感情に近いかもしれない。短パン半袖少年が、そうですね、大人になっていく様じゃないけど、なんかそれが嬉しいね。しかも YouTuber 同士っていうのもさ、あんまりないと思う。まあ、またね、ゆっくりいろいろと済んだら飲みに行きましょう。あ、はい、そうだね、うん、今年はかなり俺の中で忙しい年なんだけど、うん、そう、忙しい年だからこそなんか言った方が、うん、なんか覚悟が伝わるなっていうと、素晴らしい。一番そこで気合い入れれば、まああと怖くないなっていう、今年を、まあ、選ばせていただいた。素晴らしいです。はい、という、まあ、ご報告でございました。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。はい、というで報告の動画でございました。マジか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす、事務所ですか今。そうですよ。めちゃくちゃこれ動画撮ってるんですけど、いいですかね。あ、動画撮ってる。はい、うん、全然いいけど。え、結婚しました。はい、ちょっとご報告で、僕とユンちゃんでね、事務所遊び行かせてもらったこともあるし、まあ僕ら今、まあそこそ夫婦の間で多分最も夜中見ていたであろう、チャンネルなので、もう付き合ってる時を知っててくれて、ね、なお遊ばせていただいたので、はい、ちょっと先に動画が出る前に。なるほど。早っ。乾杯。
ありがとうございます。早っ。なんでビデオ通話でなんか後でまた連絡しますっていう話だったんだろうと思って。山本くんぐらいしかそんなビデオ通話で電話しないもん。めちゃくちゃかかってきますからね、ビデオ通話で。だからなんか今度報告することがありますって言ったのはこれです。なるほどなるほど。はい、またなんかそれこそキャンプに行きたいってずっと言ってるんで、ゆんちゃんがぜひとも一緒に行きましょう。誘ってください。ぜひぜひ行きましょう。はい、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。はい、また遊び行きます。あー、待ってます。はい、ありがとうございました。すいません。なんだ、よいしょ、すいません。マスオさんのうちにお邪魔しております。あー、いらっしゃいませ。はい、ちょっと久しぶり。お久しぶりですね。前にちょっと軽く飲んだ時ぐらい、うん、そうだね。軽くないっすね、あれね。だから酒田までがっつり飲んだんだけど今日も今日とてまた急だね。急なんですよ、僕すぐ急でね、何かやるんですけど、うん、私シルク、結婚しました。おー、え、待って待って待って、ドッキリ、マジ？はい、ほんと？入籍しました。おめでとう。もしかして、もしかして、もしかしてだけど、はい、もう名前は言えます。あ、ゆる、言えます。ついにゆんちゃんでございます。はい、おめでとうございます。はい、いやー、はい、マジ、はい、入籍いたしまして、ついに、おめでたい。え、ちょっとそのプロポーズの時の様子とかも喋ってんの？しかも撮ってます。マジ？全部カメラセットしてからやりました。うわ、YouTuber だなー。いや、これ楽しみだね。はい、てか、おめでとう。ありがとうございます。視聴者の皆さんからしたらさ、はい、え、マスを知ってんのかよっていうのが驚きなんじゃない？ね、ご夫婦、まあ、ほんとご家族で僕の家来てくれて。一度ね、はい、飲んだ時にですね、うん、赤ちゃん連れて行ったんですけど、はい、その時がもう衝撃でした。あ、そうですよね。あの時初めて。そう、初めて。え、そうだったのって知って。ですよね。いつだろうと思ってたんだけど、はい、いやー、もうおめでたい。なりました。おめでとう。なりました。いや、これからむしろご夫婦ともどもよろしくお願いします。いや、こちらこそお世話になります。本当に妻のうーちゃんもですね、はい、もうすごい、もう、うまたご飯食べたい。あ、ぜひ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 。そう、よろしくお願いします。いやー、本当に多分わからないこといっぱいあると思うんで、多分その時は相談させてもらいます。いやいや、ぜひぜひ聞いてください。まあ、ナホくんいるからね。いや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 、いろんな意見聞けた方が本当にいいんで。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ちょっと、まあ一旦、報告も兼ねていい？はいはいはい。結婚しました。結婚しました。まあ、こたつはね、相手も知ってるじゃん。そう、まあもう全然言えるようになったんだけど、ユンちゃんと。いやー、マジか。はい、ユンちゃんと結婚しました。マジですか？マジマジ。本当におめでとうございます。俺と、ユンちゃんが普通にご飯食べてる時にこうなんかスマブラやりに来てくれたりとか、お酒飲みに来てくれたりとかあったんで、まあ、もう何回ぐらいあったっけ？ 2,3 回やってる。そうですね、そのご一緒してた時は 2,3、うん、回ぐらいだよね。いろんな、いろんな話してたから、そういう、まあ、報告でございましたということで、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。ありがとうね。じゃあね。バイバイ。ちょっと待って、待って、右3人怖。いやいや、右3人怖。その僕らが怖がってるんですか。一番強いじゃないですか、それ。ちょっと違うね。エスポハウスに、はい、今起こさせてもらっています。はい、で、ちょっとエスポから2人、そして、はい、コムドットから1人という形で、ケイスケ、ガチヤマ、ヒューガと、はい、ちょっと来てもらって、はい、3人に、共通することを1つ挙げてほしい。共通すること？3人に共通すること。え、共通すること？俺らの共通、そう、サウナ好きじゃない？サウナ好きですね。サウナ好き、喫煙者です。まあそうだね。見た目怖い、見た目怖い、怖いとは言われる。じゃあちょっと今日、はい、もう早速発表してもいいですか。はい、僕、結婚しました。関係な、関係な、関係な。いや、おめでとうございます。え、おめでとうございます。え、おめでとうございます。すごい。はい、席を入れまして、え、結婚しました。マジっすか。すごい、びっくり。え、さっきまで
スマブラやってたよ。さっきはね、めちゃめちゃ普通にやってたんですけど、シルクロード、ユンちゃんと結婚しました。おめでとうございます。あの、3人が共通すること、知ってることっていう。あー、そうそう、そういうことか。僕とユンちゃんが付き合ってるのを知ってた感じで。そうですね、知ってはいたんですけど、変なとこの鳥肌、えぐいな。ついに、ほんとおめでとうございます。いや、ちょっと待って、人生うまくいきそう。いや、そうだね。いやすごい、すごすぎてる。いや、すごい、全く想像してなかった。あ、ほんと？いや、まあ、フィギュアかなんかの話かな。違う違う、何察されてんだろう。全てを手にしちゃってるから。いやいや、もう欲しいもんないじゃないですか。いや、ちょ、あるある、嬉しいですもん。ありがとうございます。はい、ということで、こういう報告でございます。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。夫婦とも、いやー、すげえ、かっけえ、なんか、うわ、ありがとうございました。これさ、ちょっとさ、いやいや、全然、あのさ、ビデオ通話にしていい？ちょっと僕、外出ちゃってて、映せないんですけど。あ、オッケー、僕、結婚しました。そう、ちょっと、黙ってていただいたと思うんで、いろいろと感謝も込めて、先にお知らせを。ありがとう。一緒にお酒飲ませていただいたことありますもんね。そうだね、そう、一緒に飲んでてね、そこにユンちゃんも来てくれて、でね、ちょっと話したんだよね。いや、でもなんかもう結婚なのかなっていう雰囲気はちょっと感じてたんで、ああ、やっぱなんかね、結構、なんかそう言ってくれる人は多くて、例えば週刊誌とか、そういうので先に2人の関係が出たら、それこそなんか、シルクさん的に気持ちよくないだろうなと思って、マジで言わないようにしようと思って。いや、本当にありがとうございます。もうめちゃめちゃもう忘れよう。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとサポートもね、いろんな方のサポートや、まあ、ね、それこそ YouTuber が黙っていて言ってくれたっていうので、こういう自分たちから報告することができるようになりましたので、ありがとうございました。うわすごいな。いや、超ビッグカップルじゃないですか。いやうわ、わざわざ本当にありがとうございます。いや本当、まあね、外にいてごめんね、急にね、電話して。いや、動画でございました。また夫婦ともどもよろしくお願いします。ぜひ今度また一緒にお酒飲んで、またイチャイチャ見せつけてください。ありがとうね、ごめんね。はい、すいません。またね、失礼します。ありがとう。何？なんで上脱いでんの？え、怖いんだけど。ちょっと今日さ、これはちょっとソラチにぜひともやってほしいことがあって。俺はさ、もうさ、今活動休止してるわけよ。だから、そう、なんか YouTuber のさ、テンション感で来られるのが久々だからさ、圧を感じてるわ。圧を感じてるな。こうやってやって、で、こうやってやって、こうやってやって、ご報告です、結婚しました。マジ？マジです。おめでとう。マジで、入籍しました。裏切ってねえだろ。トミー、シルク、リョウ君は信じてたのに。いや、相手って普通の人？相手は、あ、そっか、相手知らないか。いや、随分とそういう恋愛の話もしてないから。ユンちゃんです。ドッキリ？いや、かねてから付き合ってて、ユンちゃん、ユンちゃんなんですよ。追いつかん。ほんとだよ、本当ですよ。本当です。おめでとうございます。ありがとうございます。うわ、マジかー。一気にリツイートするわ。ありがとうございます。よかった。親心じゃん。いやー、本当に。さんも気難しい人だから、一気にもらってできないけどさ。お前、さらっと本名言うねん。いやー、ちょっと他の人のリアクション気になってきたわ。他の人の、全員ドッキリを疑います。動揺してる。じゃあ近々ちょっと飲みましょう。そうですね、ちょっと近々そういう話もしましょうか。はい、ということで、ありがとうございます。ソラチーでした。めっちゃ外だけど、いっか。ということで、ご報告です。この度、私シルク結婚いたしました。結婚しました。誰？ユンちゃんと。うわー、おめでとうございます。ありがとうございます。
ユンちゃんと結婚いたしました。かねてからお付き合いしていて、はい、なんと置いてかないで置いてかないで、まさかゴールインするとはな。ですよね。まだ続いてたのかしら。はい、ちゃんと、はい、え、もう指輪買ってんじゃん。ほんと俺にも付けされて。そういうのないです。貸すとかないんで。あれ、いや、めでたいわ。それはおめでとうございます。ありがとうございます。本当にまたなんか2人揃ってで、ね、今度なんかのタイミングで会いに行きます。あ、そうね、ぜひぜひお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、急な電話ありがとうございます。いや、オフすぎてもうしたことない髪型してます。よかったわ、自然なところ引き出したね。撮影したいのがある、行っていいみたいな。そうそう、珍しいと思って。もう今日しかダメだった。とりあえず上がらせてくれてありがとう。いつでも来てください、うん、ありがとう。いつでもあげますんで。今ね、スカイハウスにて、はい、手を組み、はい、ね、来ていただいて今座ってるわけなんですけど、はい、結婚しました。結婚いたしました。はい、おめでとうございます。あっ、結婚しました。すごいすごい。ユンちゃんと、うわ、はい、結婚しました。おめでとうございます。もう二人のね、僕の、まあ俺とユンちゃんの関係も知っててくれてる方なんで。そうですね。これはあの動画出る前に先にお伝えした方がいいな、はい、嬉しい。ということで、はい、ちょっと足を運ばせていただきました。すげえ、泣きそう。ちょっとよかった。プライベートでシルクさん家に遊びに行かせてもらった時に、うん、そのユンちゃんが来て、そう、えっみたいになって、うん、ボケか仲間かなとか思ってたら付き合ってるみたいなこと言われて、えぇ、ーみたいな。そう、そのノリでね、ママポケモンカーでやったもんね。やりました、やりました。ユンちゃんともやりました。そう、やってた、やった。動揺したまんま、なんかミューデッキされて、そうそうそう、負けたみたいな。俺ほんと、ジンタにも言ってないですから、ね、うん、あ、マジか。誰にも言ってないです。すげー、嬉しい。いや、すげー嬉しいっすね。俺の知らない頃のユンちゃんを知ってる人と、うんうん、こういう報告の動画を撮れてるっていうのが、うん、なんか不思議だし感慨深いんだよね、すごい。うわー、うん、いや、いい。ユンちゃんってのもいいっすね。そうだね。悪い噂とかがない人なんで、うんうん、マジでいい子なんだ。そういうところが、うん、お似合いでいいなと思いますね。すごい。ほんで黙っててくれたんでね、やっぱ言わないとと。いや、もちろん、はい、スケジュールのそれこそ許す限りでちょっといろんな方を回って、はい、手を組ん、都合ついたんで行けるってなって、はい、うわー、すげえ、マジで、いやー、語彙力なくなるっすね。すげえ、ね、おめでとう、嬉しいしか出てこないっすね、うん、シルクさん友達と言っていいのか、うん、ですけど、いや、いや、嬉しいですよ。友達と友達の結婚っていう形じゃないですか、うん、そうだね。だから嬉しいっすね。いやー、ありがとう。そう思っていただけるのが一番ね、嬉しいですけど。いやいや、めちゃくちゃおめでたいっす。ほんとだって開封動画撮った時もさ、はい、あのゆんちゃんそこにいたからね。いましたね。そうそうそう、向かい来てくれた。撮影終わって、そうそうそう、おゆんちゃん久しぶりみたいな。そうそう、でバイバーイ。いや、微笑ましいんすよ、ほんと2人。いや、たくさん頑張ってきたじゃないですか、やっぱりお互い。ゆんちゃんもシルクさんも。そうですね。だからほんとたくさんデート来てください。そうだね、今後ね。うん、ほんとにイケてるのをこう知れるだけでもう心ほわっとするんで、嬉しいという発表でございました。おめでとうございます。ありがとうございました。えー、マジですごい。時間あげていただきありがとうございます。ちょっとインスタライブだけやめときますね。あ、そうだね。なんでそういうこと言うの。来る前に始めといたんで切っときます。もうじゃあもう知ってた人じゃん。そう、この報告を知ってた人のやることだよ、これ。やめてよ。もうみんな知ってるんで。やめてよ。一番おもんない形で知られる。結婚しました。結婚しました。思ってない感じ、おめでとう。ありがとうございます。そういう系もあるのね。そういう系。あら、まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。お相手なんですけど。お相手なんですけどっていうぐらいのお相手なんですか。いや、多分意外だなっていうところだと思います。ユンちゃんです。ん？え？ユンちゃん。え、あの、え？あれ？そう。あの、あ、そう。そう、そうそう、そう、かねてから付き合ってて。結びつかないね。その話とかもね、特にこう、なんか多分ね、最後に会ったのがね、ウーロンクラブかなんかで、ね、俺徹夜って多分そこでなんかあの、ね、あの、ちょっと多分喋ったのがそのぐらいなんだけど、
趣味が共通してあって、それでつながってそこから付き合ってっていう、ってならないぐらい意外だったわそうだよね、あそこかってならないもんね多分。一応片方入ってたまさかのビッグカップだ、なんかおもろいでしょあ、おもろすぎるわあのね、ビッグ今夫婦にね、哲也と峯岸さんでねなってるので、あの何かあの相談することがあるかもしれないので、その時はよろしくお願いします。 YouTuber 夫同士頑張っていきましょう頑張りましょう何かしら相談させていただくことがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。いやマジでおめでとう、ありがとうございますっていうご報告でございました。ごめんね、いえいえ、ごめんね、なんか時間取ってしまい、いや全然、妻にもよろしくお伝えください。あ、言っときますこんばんはこんばんは。なんか撮ってんだろ、バレた。私シルク、はい、結婚いたしました。おーいおーい、おめでとうありがとうなんだ、はい、ちょっと結婚の報告をしたくて。マジかよ、おめでとうございます。ありがとうございますウーロンクラブとかもよくね、ユンちゃんと行かせてもらってたので、はいはい、それでまあ、結婚の発表の動画が出す前に報告だけと思って。いやー嬉しいね、わざわざありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ね、なんかちょくちょく使ってもらってて、こっちもね、うん、嬉しいなと思ってたんだけど、まさか。そっか、はい、なんかでも2人の雰囲気もちょっと、うん、なんかそんな感じあったもんな片目で見てて。まあかなり、ソラチーに電話したら、お前が一番最後だと思ったのにつってバチ切れられたわいやーソラチーが最後だなあの本当ウーロンクラブをまた行かせてもらいますということで、末永くお幸せに。ありがとうございます、報告でございました。お久しぶりです。お久しぶり、これメインです。え、メインえ、メイン、まあ、多分ウームの YouTuber で多分初めて会って絡んだのがダンテ君だと思うんで。なんかシルキンとか出すの、めっちゃ怒られるっすよ俺急にシルキンって出したあと何味なんですかその場合シルク味。いやいや、シルク味予想つかないんですよ。結婚しました。うわーなんだなんでだよお前さっき俺がさ、マジか、はい、やっぱ俺当たってたんだ。そうなんですよ、もう入ってくる瞬間に何結婚でもすんのいや絶対そうだろうなと思って、はい、まあ、でも結婚をするではなくしました。え、もうこれ誰かも公表してる？あ、もうしてます。おお、はい、もうユンちゃんと、すごい、まあ、かねてから付き合ってユンちゃんと。どっちから襲ったの？え、なんすかその話え、どっちから襲ったの正気っすか決め手は何？まあ、決め手はでもやっぱ理解があるっていうのと、自分より周りの人の笑顔を結構優先するタイプの子なんですけど、そういうなんか綺麗な心を持ってるんで、やっぱそういう人、あとやっぱ家族を大事にしてるんですよ。で、僕も結構家族は大事にしたいっていう派なんで。俺もそうだよ。いや確かにユンちゃん優しいよね。そうなんですよ、めちゃめちゃ優しくて、まあ、いろいろとこうなんか気が利くというか、まあ、すごい人を見てるんで。おめでとう。ありがとうございます。確かウームに入った報告とかもしたんで、ダンテ君には僕結構前に、あ、入ることになりましたみたいな、そういうなんかちょこちょこそういう報告みたいなのは確かにダンテ君に結構してるんですよね。まあ入る前にね、なんか相談してたよね、うん、そうです。ってことは俺そこで相談してなかったら、はい、ユンちゃんに出会えてなかったよえ、これ金銭発生するんですかお金払い的なやつですか今？いやするっしょ、この家見て。ちょっとどう思う？いや全然いいと思いますよ。7年間変わってないんだよ。本当に変わってないですよ報告の動画が出る前によかった、先に知らせといた方が確かにかなっていう。やっぱあのダンテ君寂しがり屋だから、俺聞いてねえよって。ああ確かにあるね、絶対言っちゃうと思う。縁がちょだったね縁がちょ、それで縁がちょなんですねやっぱ寂しいじゃん。まあですよね、うん、なんで嬉しいわ。なんか先に絶対言わないと思っていつ結婚式式はまだ、あでもそれもまださ、俺が呼ばれるって分かってないもんね。動画上ではこうやって合ってるけど、はい、結婚式呼ばれるってほどなんかなってちょっと、はい、いや違うなって思っちゃった。え、何が？え、まあだから、うん、まあそこはもう全然大丈夫、はい、気使わなくて本当にまああんま直接的に言われると気使うも何もって感じですけど、とそれじゃあれも、ね、こじんまりでやりたいとか。ああでも僕結構でかくやりたいタイプか
俺結構アメーバピグとかでやりたいタイプ。なんでアメーバピグでやんすか。いやいや普通にやりゃいいじゃない。緊張しちゃうじゃん。アメーバピグの方が緊張するんですよ僕。なんで指先一つにかかったっけ。ちょっと嫌じゃないですか。いやそっちは全身でやりたいですよ。はい、ということでちょっと結婚の報告をパターンにさせていただきましたという動画です。嬉しいわマジで。もう友達だな。え、今まで何だった今までそうだったっすよね。やって、まだ俺の勘違いですか。じゃあだってまだ肩組んでないじゃん。友達で肩組んでからじゃん。え俺、じゃあ今友達じゃない人のとこ来てるえ、俺結婚の報告は友達の家に来るんですよ。じゃあ親友だ。はい、いやでもそうですよ、本当に、うん、だってもうだいぶ古くからですから。確かに、うん、そんな気狂ってないですからね。友達じゃない人の家に結婚しますって家に来ないですから、ね、結婚しましたという報告でございました。ということでありがとうございました。お邪魔しますヒカキンさんの家に来ました。いきなし来たよね今日連絡して今日来たよね。本当にあの、めちゃくちゃ急に連絡させてもらっていやいや珍しいよね。ちょっといいですか、ご報告をちょっとさせていただきたいなと。緊張するからちょっと待って、はい、緊張するから、はい、この前忘れてったやつ。あーあここにあったんだあの開封動画撮らせてもらったんですよね。ロードシルクチャンネルでなんかあの iPhone のこのダイヤ忘れてって、ああもう忘れてってる。ああすいません、ありがとうございます。そうだわありがとう。ないと思ったらここだったんですね。だからね、返そうと思ってたからちょうどいいんだよね。あすいません、よかった、ありがとうございます。ということで僕からの報告です。私シルク結婚いたしました。待って、一応ドッキリウィークガチです。これ本当本物、約束、嘘つかない。もちろんあれもちろん本物です。本当に結婚しました。おめでとう。ありがとうございます。やったー。マジ追い抜かれたマジ、はい、あれ何歳、29です今年。ああまあまあでもまあね、はい、なんかさそういう気がさ、そうですよね、なさすぎてさ、はい、マジかよ。お相手、多分言いましたっけ、言ってないですよ。言ってない、言ってない。お相手がユンちゃんです。え、はい、え、ちょっと鳥肌が止まんねえんだけど。え、待って待って待って、はい、そうなんですよ。実はかねてから僕お付き合いしていて。知らなすぎるんだけど。今さ、俺さ、イリピあれだろ、一般の人で写真見せてよって言う、今言うからな。マジ？そうだ。これだ、どこまでの人知ってんのこれ。俺、僕の家に来て遊ぶ人とかで多分何人か知ってるぐらいのやつ。マジで？じゃあもうホントフィッシャーズのメンバーは知ってて。あ、そうですそうです。でも周りはみんなもう知っててくれて、そもそもお互いの事務所ももう付き合ってる頃から知っててくれて。マジ？ちょっと待って俺マジ？ちょっと待って、びっくりしすぎて。そうですよ、ね。俺なんかシルクなんかね、あの地元の、ああはいはいはい、地元のなんか友達ととかかなと思った。はい、もう実はそうなんですよ。いやこれめちゃくちゃ衝撃走るやんこれもう走ってますよね嘘でしょ、マジか、すげえ、ね、そうなんです。これみんなもう嘘だってなるぐらい、はい、いきなりだからもうそうですよね。だからめちゃくちゃ知って、はい、今日これ俺以外の報告した人もみんな知らないってこと、はい、知らない人もいます。知ってる人ももちろんいますけど、マジで、はい、やっぱ初めて聞いたって人も。俺ぐらいびっくりしてた人いた？ずっと仲良かったソラチーが顎外れそうになったもん一緒だよ一緒でした一緒だよマジか。そうなんですよ、すげえ、はい、かねてからチューバー、そうです、夫婦だ、そうですねっていう。ユンちゃんおめでとうありがとうございます、伝わったと思います。 YouTube ファンフェスで会ったことある。そうですね、くらいかな、ね、俺、うん、だびっくりした、マジかよそうなんですよ、マジかよ、はい、付き合う時から、まあ付き合う前から知ってる人ももうなんかこう、相談してくれたみたいな、あっちが、あ、マジで付き合いたいっていう。うわ、ごめんね、俺もうゼロだったよ情報ゼロプライベートでどっか飲みに行くみたいなことあんまりないじゃないですか。そうなんだよね、はい、なんで0.0 だったよ俺、ちょっとあの急だったんですけど。うわー、いろいろ話したいけどね、今後動画でも話していくと思うけど、はい、でもさ YouTuber 同士の、はい、
なんだろうな、今まで付き合ってきてどんな感じなんだろうとかめっちゃ気になるわ。ああもう本当にだから編集デートとかありました。嬉しいような、嬉しくないような。そうなんですよ。まあでもね、 YouTuber 同士だからその、はい、あの大変さとかは理解してくれるわけだから、うん、そうですね、かなり理解のある、うん、シルクとね、ユンちゃんねってなんかね、全然入ってこない。全然シルクとユンちゃんあれって情報型ってやっぱ、うん、話してるのも見たことないもんな、全然。そうですね、あんまり、うん、ないと思います、ほとんど。衝撃だわ。そうなんですよ。ありがとうございます。やべえ。これ動画はさ、今後、はい、なんだろう、もう出ちゃうわけだから世の中に、はい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 、その一緒に出たりとか、うん、映ったりっていうのは、まあ、フィッシャーズとかのメインチャンネルとかではないと思います、あんまり。あ、じゃあロードシルクなら、ロードシルクでたまに出てきたりとか、あるかも。おー、やば。まあ、あるかもしれない、ね、いや、これいつか出るなら初っ端は出た方がいいんじゃない。もうこれはね。確かに確かに。そう、いや、これはもう聞きたいことありすぎるからもう聞ききれないけど、ね、とか質問コーナーした方がいいね、動画で。そうですね、いろいろと。やばすぎる、衝撃だわ。やーべ、電撃走ったわ。本当に忙しいから。いや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 、ありがとうございます。いや、もうね、いきなりね、来て言うべきことだわ、今日は。衝撃すぎる。すいません、ありがとうございます。末永くお幸せに。はい、もう頑張ります。いや、ありがとう、知らせてくれて。いや、ありがとうございます。もうこれは生で言わないとと思って。やーべー、うん、ヒカキンさんの家にお邪魔して、ちょっと報告をさせていただきました。ありがとうございました。アデュー。やべー、固まった。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆様、結構長くなっちゃったんですけど、ご覧いただきありがとうございました。以上、18組ですかね、の方に出演していただきました。いや、本当にね、みんなね、急に連絡して、あの、行っていいですかといったところ、あの、みんないいよって言って開けてくれて、この撮影がね、できました。皆さん本当に、急なご報告で申し訳ございません。そして予定を開けてくれてありがとうございます。動画外でもね、電話で伝えさせてもらった人とか、まあ簡単にね、文章で伝えさせてもらった人とかもいるんですけど、いやー、みんなのリアクション面白かったねー。本当に鳥肌立ってる人多かったもんな。いやー、でも嬉しいです。みんな、おめでとうって言ってくれたりね、今後のことをね、いろいろと気にしてくれた方とかいろいろといて、本当にね、優しい方たちに恵まれました。ありがとうございます。 YouTube 一緒に頑張ってきた人たちがこうやって驚いてくれたり、ね、おめでとうって言ってくれたり喜んでくれるのはすごくね、なんか、あ、よかったなって思いましたね。あと、ほんと先にね、告げた方、付き合ってるのをね、告げた方に関しては、本当に、長い間、黙っててくれて、本当にありがとうございます。実はね、地元の友達とか、僕がよく行くお店とかもね、本当は、僕、自分の足で行ったり、電話かけたり、いろいろとしてるんですよ。一応ね、そこも動画撮ってあります。まあ、なんか、いずれ、なんか、見せようかな。それは個人チャンネルになると思うけど。みんな最初ドッキリ疑っててめちゃくちゃ面白かったな。ドッキリでしょみたいな。もう写真見せるまでさ、信じてもらえない人とかもいて、YouTuber っぽいね、なんか結婚報告になってよかったな。やってる自分も楽しかったし、なんかよりね、やっぱこう、自信のないところとかさ、なんか自分の心の中で、なんかみんなにおめでとうって言ってもらえるかなとかいろいろ考えてたところがあったんですけど、なんかみんなに言ってもらえてね、なんかすごく安心して、気が楽になりました。本当に皆さんありがとうございます。結婚しても、まあ、YouTube もちろんね、めちゃくちゃ頑張ろうと思っているんで、そこは皆さんね、安心してください。まあ、家族も、そして、まあ、視聴者さんもね、全員守り抜くつもりで、僕はね、しっかりと YouTube 活動頑張っていきたいと思っていますので、ぜひともこれからも応援よろしくお願いいたします。皆さんは誰の反応が一番面白かったですか？ぜひともね、コメント欄でよろしくお願いします。ということで、感謝の気持ちを忘れずに、これからも一歩一歩しっかりと人間として成長していき、どんどん攻めていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。夏頑張るぞー、全力でいきたいと思います。それでは、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。